元コンポは、かつてホンダ技研工業が製造販売した、ハイキルを 49cc の原動機付け自転車。社名は、モーモトと、当時流行っていたオーディオのコンポを合わせ、持ち運びのできる元という意味がある。同社のコンパクトカー、シティのトランクルームに詰めるというコンセプトで開発された。1981年10月29日発表。 同年11月11日発売で、初代式と同時発表同時発売である。当時の販売価格は8万円。当初から4輪の式と2輪の元コンポを同時並行で開発しており、ユニークな試みとして注目された。ホンダ式と並べて展示されている元コンポキャンプ場やサーキットなどに自動車で移動した後、目的地で自由に行動することを目的として開発された。 数ヶ月前に類似コンセプトで開発スタートしたスカッシュとは開発責任者が異なる。全長1 1 8 5ト、mm、ル乾燥重量4 2ラムと小柄で、軽量な上、ハンドルとシートとステップは折りたたんで箱型のボディに収納でき、シティのラゲージスペースに横倒しにして搭載できるオートバイである。実際、元コンポには、 横倒し車載時のために向きの注意を促すステッカーが貼ってあった。出力 2.5PS,500rpm の2ストロークエンジンを搭載する。加速は同時期発売のロードパルト、同程度を、最高速度は時速 45km 程度であった。走行中に立て、横、斜めへと揺れる車両のラゲージスペースに積載されるという前提があったため、 開発は非常に難航したが、新機構の塊として完成され、クリスマスシーズン直前に発売された。6面にそれぞれの方向から元コンポを見た絵が描かれた段ボール箱入りで販売された。大変ユニークな製品であったが、販売当時は売れ残りが続出した。テレビ CM などにおけるイメージの影響でシティのおまけと思われていたためとも言われている。このため、 在庫処分に連価販売された車両もあった。5万台以上が生産されたが、1985年に生産を終了した。トランクサイズに収まる折りたたみ式超小型スクーターの先例としては、1952年にフランスで開発されて、数カ国でライセンス生産されたバルモビルが著名な例として存在し、日本でもスクーターメーカーとして一時有力であった。 ヒラ製作所が1960年から輸出向けにライセンスを得てヒラバルモビルとして少数を生産している。だがバルモビルがフロントのハンドルやフロントタイヤ周りをトランクケース型ボディから取り出して外付け組み立てする必要があったのに対し元コンポは前後タイヤやドライブトレーンフロントフォークなどが最初から部分露出状態で 地上に下ろしてから最低限の収納部を引き出して素早く使用できる設計になっており実用性では超速の進歩を遂げていたそのユニークな特徴から漫画やアニメなどに登場することが多く生産終了後に人気が高まりマニア層からは息の長い人気が続いた特に漫画逮捕しちゃうぞは元コンポの生産終了後の作品であるにもかかわらず 強い印象を与えた。ネットオークションなどでは、当時の販売価格以上の値がつくことも多々あり、特に改造された高性能な車両は高価で取引されている。エンジンの比率差に起因する加速や最高速度の不満を解消すべく、購入後に大幅な改造を試みるものも多く、ロードパル S の二段変速機への部品交換や乗せ替えやすさから、カレンのエンジンに換装することが多い。 また、高性能エンジンへの乗せ替えは、ホンダディオシリーズやヤマハジョグシリーズのエンジンを使用したものが数多く見られる。中には、ホンダフリーウェイの 250cc エンジンを搭載した車両がネットに紹介されたこともある。ディオのエンジンを乗せてチューニングを施したマシンにおいては、サーキット走行で時速 90km 程度の最高速度を記録した。 記事が月刊オートバイに掲載された。同様のコンセプトの電動アシスト自転車としては、同社から2001年に発売されたステップコンポシリーズがある。ありがとうございます。